東京国立博物館。東京国立博物館は、日本と東洋の文化財、美術品、考古遺物などの収集保管、展示公開、調査研究、普及などを目的として、独立行政法人国立文化財機構が運営する博物館である。館長は、千谷真美。マミ。1872年、明治5年に創設された、日本最古の博物館である。 東京都台東区の上野恩賜公園内にある、本館、表景館、東洋館、平成館、法隆寺宝物館の5つの展示館と資料館その他の施設からなる。2017年3月31日時点で、国宝88件、重要文化財636件を含む、収蔵品の総数は117,190件。2017年11月時点では、 国宝89件、十分640件。これとは別に、国宝55件、重要文化財258件を含む、総数3075件の帰宅品を収蔵している。2017年度の陳列総件数は、約7200件。2016年度の来館者数は、約191万人である。1872年、明治5年3月。 その前年に設置された文部省博物局により、日本最初の博覧会が、湯島聖堂大聖殿、現在の東京都文京区湯島で開催された。当時の広告や入場券には、文部省博物館と明記されており、これが日本の博物館の始まりであった。東京国立博物館はこの年を創設の年としている。展示品は、 翌1873年、明治6年開催のウィーン万国博覧会への出品予定品が中心であった。当時の西京に見られるように、会場にはガラスケースが所狭しと置かれ、書画、骨董、動植物の剥製や標本などが並べられており、展示品の中では名古屋城の金シャチ、シャチホコが人気を集めた。この博覧会は三月十日から二十日間の会期を、 予定していたが、あまりの人気に入場制限をせざるを得ないほどで、会期を再度にわたり延長し、4月末日まで開催された。総入場者数は15万人と推定されている。1873年、明治6年、文部省博物館は、大乗館聖院の博覧会事務局、1872年設置に併合され、場所も、湯島から内山下町、 現在の東京都千代田区内幸町に移転した。この年は4月15日から3ヶ月半にわたり、博覧会が開かれ、博覧会終了後は毎月1と6の日に公開された。以後、上野に新しい博物館が建設される1881年までの展示はこの内山下町で行われた。なお、この当時の博物館は動物、植物、 鉱物などの標本も収集展示の対象であった。博物館の設置後間もない1872年8月、文部省により、湯島聖堂の大行動に者区館が設けられた。これは、紅葉山文庫本、昌平坂学問書本など、旧幕府からの引き継ぎ書籍を収蔵するもので、日本における公立図書館の端緒である。書籍館は1874年に、 浅草倉前に移転して、浅草文庫と称した。この浅草文庫の蔵書約十四万冊は、一部は内務省に移管されたが、大部分は1882年、上野に移転開館した、博物館に引き継がれて、東京国立博物館の蔵書の基礎となった。博物館設置の端緒となったウィーン、万国博覧会は1873年5月1日から11月2日。 までの会期で開催。日本館には、陶磁器、執法、漆器、染色品などの伝統工芸品が展示され、日本庭園も作られた。日本館は、当時の欧州における日本ブームもあり、好評であったと伝えられる。翌々年の1875年、博覧会事務局副総裁の佐野城民は、大部のウィーン万国博覧会報告書を提出し、その中で、 大東京博物館設置の必要性を力説した。1875年、明治8年、博覧会事務局は、再び、博物館と解消され、内務省の管轄となった。博物館は一時、内務省、第六局と解消されたが、翌1876年、明治9年、再度、博物館に解消。同年、町田久成が博物館長に任命された。 薩摩藩出身の官僚であった町田は明治時代初期に博物館設置や文化財保護に尽力した人物である。東京国立博物館では彼を初代館長としており、博物館の裏庭には町田の検証費が混流されている。なお、博物館の所管館長は1881年、明治14年に農商務省、さらに1 8 8 6年、 明治19年に、宮内省へと変わった。1877年、明治10年、上野の関英寺本望は土地、後に、東京国立博物館の敷地となるで、第一回内国官僚博覧会が開催された。これは、当時の、布告強兵、植産工業の国策に沿って開催されたもので、この博覧会の展示館の一つである、美術館は、日本で最初に、 美術館と称した建物として知られる。この美術館は、博覧会終了後も使用することを前提として、レンガ作りで建設された。初代館長の町田久成は、内山下町の博物館は手狭であり、火災等の危険も大きいとして、博物館の上野公園への移転を陳情していたが、この1877年、大城館より上野移転の再開を得た。 1881年、明治14年、上野公園の寛永寺本房後にレンガ作り2階建ての本館が完成。イギリス人建築家、ジョサイア・コンドルの設計であった。この本館は、同年上野で開催された第2海内国館業、博覧会の展示館として使用された後、翌1882年、明治15年3月から博物館の本館として、 使用されるようになった。4年前の第1回内国官僚博覧会の際に建てられた美術館の建物も新博物館の2号館として活用されたが、関東大震災で本館、2号館ともに損壊し、現存しない。上野での開館式は1882年3月20日、明治天皇の行行を得て行われた。博物館と共に設置準備が進められていた。 付属動物園、恩師上野動物園の前身もこの時に開園。やや遅れて、同年9月20日からは前日の旧浅草文庫の書籍の公開が開始されている。このように、初期の博物館は美術館、自然史博物館、動物園、図書館を含む総合文化施設であった。1889年、明治22年、帝国博物館と改称。 久喜隆一が総長となった。この時、京都と奈良にも帝国博物館を置くこととなり、機関としての帝国京都博物館及び帝国奈良博物館の設置はこの年である。実際の開館は、京都が1897年、奈良が1895年。当時の帝国博物館美術部長は、明治時代の美術界の理論的指導者であった岡倉角蔵、天身であり、 アメリカから来た哲学者、美術視野のアーネスト・フェノ・ロサも美術ブリジを務めていた。従来、博物館が担当してきた博覧会関係の業務は、農商務省に移管され、この頃から、歴史、美術工芸系の博物館としての性格が強まる。なお、動物園が博物館から分離したのは1924年、大正13年である。この年、 動物園を含む上野公園が宮内省から東京市に貸視された。同じ1924年、博物館の天産部も廃止され、道部に属していた動植物の標本などの列品は、同年から翌年にかけて、文部省管轄の東京博物館、国立科学博物館の前身へ移された。1900年、明治33年、当時東京、京都、奈良にあった核。 帝国博物館を帝室博物館と解消。帝室博物館の名称は1947年、昭和22年まで使用された。この1900年には、当時の皇太子、後の大正天皇の成婚を祝福するため、上野の帝国博物館内に新たな美術館を建造することとなった。宮廷建築家辺三頭熊の設計になる新美術館は、 翌1901年着工。基礎補強に時間を要したこと、たびたび設計変更があったこと、日露戦争の影響などにより工事は長引き、7年後の1908年に、春工、翌1909年開館した。石像及びレンガ作り2階建て、レオルネサンス様式のこの新美術館は、表敬館と名付けられ、21世紀に至るまで、博物館の展示の一翼を担っている。 1923年、大正12年の関東大地震では、コンドル設計の本館のほか、当時存在した2号館、3号館が大破して、使用不能となり、本館復興までの十数年間、陳列は表敬館のみで行われた。復興本館の建設が決まったのは1928年、昭和3年のことで、昭和天皇の大礼を機に、 大霊記念提出博物館復興翼3会会長徳川家里が設立された。建設は設計競技方式で行うこととされ、日本趣味を基調とした東洋式の建物とするという条件付きであった。1931年4月に設計案の公募が締め切られ、273点の応募作の中から渡辺人氏の案が採用された。渡辺案をもとに、 区内省臨時提出博物館永善化で実施設計を行い、1932年12月に着工、1937年11月に竣工、1938年11月に開館した。これが現存する鉄骨鉄筋コンクリート造り2階建ての東京国立博物館本館重要文化財である。 復興本館会館から間もない1940年には、後期2600年を記念して、小僧院魚物特別展館が開催された。これは、小僧院宝物、当時は、小僧院魚物が一般に公開された初の機会であり、わずか20日間の会期に40万人以上が来場する空前の盛況となった。1947年、昭和22年5月、 新憲法交付の日をもって、それまでの提出博物館は、国立博物館と改称、所管は、区内省から文部省へ移った。1952年、昭和27年に、文部省の機構変更に伴い、東京国立博物館と改称された。国立遺憾後の初代館長は、安倍義成である。戦後間もない年月に、帰還し、 博物館ニュースが創刊されている。同ニュース号の第一面には国民と博物館古美術品は見直されねばならないという論説記事が掲載され、大戦前の提出博物館から国民のための博物館への転換姿勢が明確に示された。第二次大戦後の博物館は新たな展示館、東洋館、放流樹放物館の建設と収蔵品の増大によって 平常陳列の拡充を図るとともに、毎年多くの特別展や特集陳列を実施してきた。中でも1965年、昭和40年のツタンカーメン店、1974年、昭和49年のモナリザ店などは大きな反響を呼び、社会的な話題となった。創立100周年の1972年、昭和47年には、 東京国立博物館所蔵名品展、創立120周年の1992年、平成4年には特別展、日本と東洋の美が開催され、館の歴史に関わる資料なども合わせて展示された。気候面では、1950年、昭和25年、文化財保護委員会が設置されるとともに、東京国立博物館は、同委員会の付属機関となった。 同委員会は1968年、昭和43年に廃止され、これに代わって文化庁が新設されたことに伴い、博物館は文化庁の付属機関となった。中央省庁再編に伴う独立行政法人制度が発足した2001年、平成13年には、独立行政法人国立博物館の管轄下に移り、2007年、平成19年に、 独立行政法人国立文化財機構の施設となる。それに伴い数度の組織改編が行われ、機能分業による効率化と来館者の視点を取り入れようを図っている。第二次世界大戦後の東京国立博物館では新たな展示館の建設が相次いだ。1962年、昭和37年には校内南西隅に法隆寺宝物館が竣工し、 二年後の1964年、昭和39年から一般公開されるようになった。これは、1878年、明治11年に廃物希釈で困窮した法流寺に皇室が1万円を貸しし、代わりに建納された宝物304円を収蔵展示するためのもので、その建設は長年懸案とされていたものであった。なお、 この時の建物は30年ほど使用された後に取り壊され、1999年、平成11年にレストランや資料室を備えた新、法隆寺宝物館が開館している。1968年、昭和43年には、校内東側に東洋館が開館し、日本以外のアジアの美術品はこちらへ移された。1984年、 昭和59年には、校内西側、表敬館裏手に資料館が開館し、従来公開要望の多かった館所像の図書、歴史資料、写真資料などが、研究者に公開されるようになった。博物館においては、平常陳列と共に特別展の開催も重要な事業の一つである。しかし、大規模な展覧会の場合は、 本館の平常陳列を一時撤去して特別展会場とせざるを得ず、高級的な特別展会場を含む新館建設の必要性が論議されてきた。このため、校内の中長期整備計画の中でその建設地が検討され、本館西側にあった別館、大行堂などがあったと北倉庫を取り壊して新たな展示館を建設することとなった。特別展会場。 考古資料展示室、大行堂などを含む新展示館は平成館と名付けられ、1999年、平成11年に開館した。1932年、昭和7年着工、1937年、昭和12年に竣工し、翌1938年開館した。設計は公募で、渡辺一志の案が採用された。 明治神宮宝物殿と同様に、日本伝統の木造建築を鉄筋コンクリートに置き換えた形と技術の和洋折衷建築となっている。鉄筋コンクリート作りなどの不燃式建築に和風瓦吹きの屋根を乗せた定観様式の代表的建築と紹介されることがある。ただし、当建物については、壁体の衣装が洋風でなく和風であるため、 定観様式に分類するのは誤りだとする研究者もいる。2001年に旧東京定室博物館本館の名称で重要文化財に指定されている。展示室は1.2階に計26室あり、普段閉鎖、転用されている室を含む中央の大階段を取り巻いて、炉のの事情に展示室が配置されている。日本の絵画、彫刻、工芸、書籍が展示されている。 独立行政法人会港は日本ギャラリーの別称を付している。本館デザイン室の活動成果が評価され、平成18年度日本デザイン学会作品賞を受賞。2014年現在の陳列状況は以下の通りである。谷口義郎設計で1968年昭和43年開館。中国、朝鮮半島をはじめ東南アジア。 インド、エジプトなどの美術品を展示している。展示室は13室、うち2室は展示はなく教育普及スペースとなっている。独立行政法人会構はアジアギャラリーの別称を付している。耐震工事と展示設備のリニューアルのため2009年6月から2012年12月まで休館し、2013年1月2日に展示を再開した。東洋館の回数表示は、 リニューアル以前には、最上階が3階となっていたが、リニューアル後は、従前の中2階と中3階を、独立した木沢橋とみなし、最上階は5階と表示されている。また再開に伴って展示室の面積が3409平方メートルから4250平方メートルへ拡大されている。2013年現在の陳列状況は、以下の通りである。 1909年、明治42年、東宮皇太子義人新皇、後の大正天皇の成婚を祝う目的で、開館した。設計は、宮廷建築家の片山東熊。建物は、重要文化財に指定されている。石像及びレンガ造り2階建て、ネオバロック様式の建物で、中央と南北両端に、ドームがあり、中央のドームは吹き抜け、南北のドームの下は、 階段室になっている。正面入り口左右のライオン像は、大熊市、広市の作である。展示室は1階の左右に第1、2、7、8室、2階に、第3から6室、1階の正面奥に、第9室がある。当初は、美術工芸の展示場とされ、第二次大戦後、平成館開館までは、考古資料の展示に使われていた。 2018年現在は企画展会場として利用されている。1878年、明治11年、法流寺から皇室に建納された法流寺建納宝物300件余りを保存展示するため、1964年、昭和39年に開館した。ただし、当初の建物は展示室と収蔵庫を兼ねていたため、開館日は毎週木曜日に限られ、木曜日が 雨天の場合は公開されなかった。現在の建物は2代目で、1999年、開館。混同物などの材質堅固な作品は常設展示となり、立ち自体の休館日以外は天候に関わらず毎日、公開されている。設計は、谷口義夫、東洋館設計者、谷口義郎の子。詳細は、別校、放流事件のお宝物を参照。 小燥院宝物には8世紀の作品を中心に展示されているのに対して、法隆寺宝物館では7世紀の宝物が展示されていることが特徴。現在、1階は、勘定、旗、混同物、後輩、押し出し仏、疑学面、2階脇、執行、金衡、絵画、書籍、染色の展示が行われている。 2018年現在の陳列状況は以下の通りである。疑学面の展示は作品保護のため金曜日、土曜日のみ公開されている。皇太子と孤児新広広宮の成婚を記念して1999年、平成11年に開館。1階は広古資料展示室と企画展示室、大行動などがあり、2階は4室からなり、特別展開場となっている。 本館裏には池を中心とする庭園があり、旧館栄寺庭園の名残を留めるものである。庭園は春、秋などに期日を限って公開される。庭園内には以下の建物がある。旧稲葉鳥取藩池田家の江戸屋敷の表門であり、江戸時代には大名工事、現在の丸の内三丁目に建てられていた。それを明治25年、 柴田奏大町の上宮御殿の表門として、移建され、後に、当時の高輪東宮御所の正門として使用された。昭和26年、国の重要文化財に指定され、昭和29年に東博物館に移築され、保管されている。入り模屋作り、門の左右に、東博の番書を備えている。大名屋敷表門では、東京大学の赤門と並び称されるもので、黒門とも呼ばれる。 校内には他に、資料館、図書、写真等の資料を収蔵、旧十林院宝蔵、十分、筑前福岡藩黒岳の江戸上屋敷の、雲門鬼瓦、ジェンラ銅像などがある。レストランは、東洋館付属棟と法隆寺法務館にある。また、館内には、社団法人日本工芸会の本部がある。独立行政法人国立文化財機構法第3条は、 同法人の目的を、博物館を設置して、有形文化財、中略を収集し、保管して、公衆の観覧に供するとともに、文化財、中略に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることであるとしている。文化財の収集、展示とと,ともに、調査研究活動が、 国立博物館の主要な活動であることがここに明示されている。東京国立博物館には、館長、副館長のもとに営業開発部、障害、経理など、事業部、情報管理、教育普及事業、出版事業、特別展の企画など、文化宝部、展示、文化財の修復保存などの3部が置かれている。平成館開館以前は年2回程度、 以後アゴ、六回開催。特別展には、館が独自に企画、主催するものと、新聞社、テレビ局などと共催のものとがある。校舎には、ベルリンの司法展のように海外の美術館の所蔵品を紹介するもの、国宝幸福寺展のように、社寺の宝物を一堂に公開するものなどがある。博物館では館内における特別展のほか、 館の所蔵品を広く紹介するための巡回展を日本国内、国外の美術館で開催している。また、特別展より小規模なものとして特集陳列が随時行われている。これは、平常陳列の中で、写経、巻絵など特定のテーマを取り上げるものである。平成館内の大行動では、月礼講演会、テーマ講演会、連続講座のほか、 特別展開催時などに記念講演会が実施されている。列品解説は展示室において実際の展示を見ながら専門家の解説を聞くもので週1回程度開催されている。このほかボランティアによるガイドツアー、ギャラリートーク、ワークショップなどが随時開催されている。子も向けにはスクールプログラム、大学院生向けにはインターンシップ、大学の教員、 学生向けに、キャンパスメンバーズ制度が設けられている。また、コンサート、茶会などの催し物、台東区の他の社会教育施設などとの連携事業が随時開催されている。2007年4月には教育普及スペース、緑のライオンがオープンし、現在は、本館1階の第20室を中心に、教育普及活動を広げている。期間誌、東京国立博物館、ニュース、 旧国立博物館ニュースは1947年にタブロイド紙として創刊されたもので、現在は格月発行となり、展示と催し物案内を主としている。研究誌、ミュージアムは1951年に創刊された月刊誌で館内外の研究者による論文を毎号3から4本ほど掲載している。東京国立博物館図版目録博物館の 膨大な所蔵品のジャンル別写真入り目録で、1960年に浮世絵版画編上が刊行されて、以来、刊行が継続されている。上記のほか、名品図録、器用、所蔵品の調査研究報告書などが刊行されている。ミュージアムグッズは、日本を含む東洋の諸地域にわたる、古美術及び考古遺物などの文化財をもとに、デザインされた布製品。 文具、絵はがき等で、博物館内のミュージアムショップにて販売されている。また、日本各地の美術館や、博物館で販売されている、オリジナルグッズの先駆け的存在とも言われている。東京国立博物館の収蔵品、館の用語では、デ品というは11万件を超える。これはあくまでも、点数ではなく、件数であって、考古資料などには一つの遺跡の出土品。 数百点が一括で一件と数えられている場合もあり、収蔵品の点数はさらに膨大なものとなる。館の収蔵品の他に、社事、個人所蔵家などからの帰宅品も3000件以上ある。収蔵品の入手経緯は、1、明治初期以来、博物館の予算で購入してきたもの、2、個人や団体からの寄贈品、3、第二次世界大戦後に、 文化財保護委員会、後文化庁から管理外されたものなどに分けられる。なお、いわゆる法隆寺建納宝物は1878年、明治11年、法隆寺から当時の皇室に献納され、宮内省が管轄していたが、1947年、昭和22年に国立博物館に移管されたものである。これらのうち展示されているのは約7200件である。 収蔵品は地域的には日本及びアジア諸国時代的には戦死時代からおおむね第二次世界大戦終戦頃までのものを収集、展示の対象としている。なお、日本の地域で制作されたもののうちアイヌの人々の美術と琉球美術については独立した展示室が当てられている。東洋美術は日本と地理的に近く文化的にも 影響の大きい中国及び朝鮮半島の美術に力点が置かれているが、他にエジプト、インド、東南アジア、ベトナム、タイ、クメールなど、中近東、メソポタミアなど、中央、アジアなどの美術品が見られる。この他、南太平洋諸島の民族美術、西洋近代の陶磁器やガラス製品なども収蔵されているが、通常は展示されていない。 いわゆる美術品の範疇に属するもの以外に、歴史資料、図書、写真資料も多く収蔵されている。収蔵する、歴史資料の代表的なものとしては、長崎武行書キリシタン関係資料、江戸幕府が作成した、絵地図、道中図である、五街道その外文館のベズ並み見取り図、五街道その他、文献の、ベズ並びに見取り図、全八十巻、井上忠敬の測量図、 日本初の文化財調査である人身検査の関係資料、旧江戸城邪神帳などがある。博物館構内西側に位置する資料館には、図書資料、江戸時代のものを中心とする古文献資料、拓本、絵図、地図などの歴史資料、写真やマイクロフィルムなどが収蔵され、研究者には閲覧の瓶が測られている。このほか通常は陳列されていないが、 提出博物館時代に収集された世界の郵便切っても日本有数のコレクションである。博物館の予算による列品の購入は明治時代の博物館創設期から開始されている。広告部門の代表的収蔵品の一つである熊本県江田船山古墳出土品一括国宝は館創設の翌年である1873年、明治6年に 当時の白川県、現、熊本県から購入したものである。また、平安絵画の名品とされる不賢菩薩像、国宝、小型光林作の八橋巻絵手箱、国宝、本阿弥光越作の船橋巻絵硯箱、国宝は、博物館が現在地の上野公園に移る、以前の1878から79年、明治11から12年に購入されたものである。 肝臓品の充実には、個人所蔵家の寄贈も大きく寄与している。中でも中国書画の高島コレクション、高島菊次郎寄贈、中国当時の横川コレクション、横川民助寄贈、中国当時と茶道具が中心の広田コレクション、広田松重寄贈、朝鮮美術の小倉コレクション、小倉武之助収集、財団法人小倉コレクション保存会寄贈などが除名である。 寄贈品ではないが、松方浩次郎、西洋美術のコレクターとして知られる、1865から1950の浮世絵コレクション約8000点は一括して、東京国立博物館に入っている。東京国立博物館に対し大きなコレクションの寄贈をしたり、没後に関係者からコレクションが寄贈された人物を、列記すると、以下の通りである。五十音順物画 大和へ、絵巻、室町水木が、金星書派、都来が、開館時間、休館日、料金、庭園開放日その他の利用情報については、公式サイトを参照のこと。韓国政府は、日本に略奪された文化財を当館が所蔵しているとして、返還を要求し続けている。他方、1960年代の日韓交渉の際の文部省調査によれば、 当館所蔵の文化財はすべて正式に購入したものと答弁された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。